はい、どうもなぎです。いつもはスプラトゥーン、時たま、フォートナイト。ってことで、今回は、フォートナイトです。時たまって言うけど、本当に久々だね、フォートナイト。今回は、普通にフォートナイトやるのではなくて、プレイグラウンドで、何かしら作って遊んでいけたらいいなって思います。最近どんどん寒くなってきて、もうもはや冬じゃないですか。ちょっと前まで暑かったのに、もういきなり寒いじゃん。で、今日は、このトラップ。トラップで、なんて言うんだっけ、雪のね、踏むと足が凍っちゃうやつがあるんですけど、これでちょっとスケートでもしようかなって思います。この、ルートレイクを埋め立てて、で、スケートしようかなって、思います。作る過程は多分つまんないと思うので、全部カットして、完成したところから、お見せしたいと思います。あー、落ちた。ちょっと大きく作りすぎちゃったんですけども、完成しました。氷のパネルがね、全然足りなくて隙間だらけなんですけども、一応完成ということで、全体像こんな感じです。全然前に進まん。全然前に進まん。いきまーす。うわーっ、うわーっ、誰か死んだ死んだ、うわーっ、はえ、手がつけられないもん。これ、こうやって自分で家事できるんですけど、足が速すぎて、うわーっ、感度めっちゃ高くしたらトリプルアクセルできねえんじゃないか。トリプルアクセルどころか一回転すらもできない。見てる人酔うからちょっとあんま見ない方がいいよ。やばい、めっちゃ感度高い。めっちゃ感度高い。感度マックスにしたんだけど、めっちゃ感度高い。いきます。あはははこれトリプルアクセルできてんのかな。ちょっと後でリプレイで見てみよう。